アリーナ、駒沢オリンピック、公園総合運動場屋内球技場は、東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園にある屋内競技施設。2017年7月にリニューアルオープンした。1964年東京オリンピックを記念して整備された駒沢オリンピック公園内の一施設として会場。東京オリンピックではバレーボール競技のメイン会場として使用された。 東洋の魔女と歌われた日本女子代表チームが優勝したことで知られる施設でもある。体育館は1993年にリニューアルされたが、こちらは50年近くにわたり、内外装とも当時の原型をほぼそのまま残した状態だったため老朽化が著しく全面改築されることが決定した。2014年5月17日から25日に屋内球技場、 1> 第1球技場メモリアルイベントと題し、関東大学女子一部リーグ公式戦や東洋のマジョラを招いたクロージングセレモニーが執り行われた。2014年7月から解体し、2017年7月に新しい屋内球技場が竣工し、リニューアルイベントと会所式が執り行われた。しかし、開館早々の2017年8月、豪雨により施設の一部が浸水。 利用が中止される事象が発生した。屋内球技場と名乗っているが、それ以外の屋内競技やイベントにも利用できるため、体育館の補助競技場としての役目も持っている。入り口付近前述のごとく、東京オリンピックバレーボール競技で使用され、バレーボールの試合会場として、数多くの大会に利用された。また、バレーボール以外にはスケットボール、ハンドボール、 フットサルなど室内球技を中心に利用されていた。ありがとうございます。